売られていった靴、新見南吉。靴屋の小僧、平助が、初めて一足の靴を作りました。すると、一人の旅人がやってきて、その靴を買いました。平助は、自分の作った靴が初めて売れたので、嬉しくて嬉しくてたまりません。もしもし、 この靴みとブラシをあげますから、その靴を大事にして、かいがってやってください。と、平助は言いました。旅人は、珍しいことを言う小僧だ、と、感心して行きました。しばらくすると、平助は、つかつかと旅人の後を追っかけて行きました。もしもし、その靴の裏の釘が抜けたら、この釘をそこに打ってください。 と言ってをポケットから出してやりましたしたばらくするとまた平助は思い出したように旅人の後を追っかけていきました「もしもしその靴大事にはいてやってください」旅人はとうとう怒り出してしまいました「うるさい小僧だねこの靴をどんなふうにはこうと」 私の勝手だ平助は、ごめんなさい、と謝りました。そして、旅人の姿が見えなくなるまで、じっと見送っていました。平助は、あの靴が、いつまでも可愛がられてくれればよい、と思いました。